はい、西田の新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2023年7月の18日でございます。はい、今来ているところは、東京都青梅市、東京都青梅市のですね、JR 青梅線、石神前駅に来ております。はい、ですね、こちらのですね、石神前駅で、約ですね、もう50年ぐらい前なんですけども、解決ズバット、解決ズバットのですね、ロケーションがあったということが分かりました。はい、おそらくですね、当時ですね、このような角度で一度ですね、ワンカット撮影をしております。ちょうどね、今真ん中に映っている、こちらの、柱、今ね、コンクリート製になっているんですけども、当時は、これは木製でございました。はい、それでですね、だいたいそうですね、このあたり、このあたりに、駅舎のね、プレートが貼ってありました。はい、当時はですね、撮影当時は、黒屋というね、駅名になっておりました。はい、この青梅市がですね、黒屋市というね、地名で、この解決ズバット、撮影をね、ロケーションをしたみたいでございます。はい、まもなく奥多摩方面行き電車が参ります。あ、ちょうどいいですね。危ないですから、電車が今来ます。まで下がってお待ちください。奥多摩方面行き電車が参ります。奥多摩行きの電車が今来ます。危ないですから、黄色い線まで下がってお待ちください。ちょうどね、当時はですね、カリント電車が走ってました。はい、こんな感じでね、撮影をしてましたね。はい、こんな感じで、確か当時はですね、3両編成ぐらいだったので、まあそうで、ちょうどこの辺でですね、電車のね、頭が、ちょうどね、止まるような感じでございました。はい、それとですね、こちらの向きでね、ワンカット、撮影をしたということが分かっているんですけども、それとですね、逆に奥多摩方面でですね、奥多摩方面向きでも撮影されておりました。はい、当時はですね、このような角度で、ワンカット撮影されておりました。駅舎も変わっていますので、この柱なんかがですね、この柱なんかも全然細いね、柱だったんですよね。このような角度でした。またこの柱にもね、まあ、向こう側かな、こっち側かな、わかんないですけど、黒屋というね、プレートが貼ってありました。はい、黒屋駅というね、設定で、撮影ロケーションをされておりました。はい、当時はですね、まあ、この、緑もね、ほとんど変わっていないんですけども、駅舎等もね、約今から20年前ぐらいにですね、変わってしまいました。はい、わずかにですね、まあ、ちょっとね、名残どっかあるかなと思いましたら、おそらくですね、当時の撮影当時と変わらないのは、そうですね、まあ、このそうですね、この柵ですね、コンクリートの柵はね、撮影当時とね、ほとんど変わっておりません。はい、変わってないですね。あとはもうほとんど変わっちゃいましたね。まあ、ホームはね、変わってませんけれども、はい、駅舎はね、だいたい20年ぐらい前に変わってしまいました。はい、ということでございます。解決ズバット黒谷駅のですね、ロケーションはこちらで行いました。はい、現場からは以上でございます。はい、西多摩新選組のチャンネルでございました。まだまだね、ちょっと続きますので、お楽しみにくださいませ。はい。